戦争を自分の会社の宣伝に使ってるんじゃないかと、その批判っておかしいでってこともこの動画を通して伝えたいに、でもそれが結局ほんまに人のためになることなんやったら僕すっごいいいことやと思う。どん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 やった方がいいと思うんよね。いや、あのね、今日来ていただいてるのが長ルルの林さん、で長ルルっていうのが何やっていう話なんだけども、うん、ポーランドに住む坂本さんがウクライナの方に支援をしているっていうのをちょっと取り上げた動画っていうのをアップさせていただいて、で、まあ、それをね見ていただいてたのか、ぜひ自分たちも支援する活動をしたいので、うん、ぜひそれを紹介させてくださいっていうすごい熱烈なメールをいただいて、はい、いろいろもともとだから東京農業大学でそういうねサステナブルがなんかできることないかなっていうのを考えて、ほんでなんと会社ね起こしたんですよね、うん、はい、そうです。 CEO なんですよ。若いのに。そうそうそう、若い。22歳でしょ。まあ22歳ですね。はい、30です。いや、30なのに全然しっかりしてないね。役に立つようなものをな、作ろうとかなんかできてないね。だって私たちがもうやったことってバナナジュース売っただけやん。あずさんやめてもらって。私たちがこれまでになんかやってきたことって売ったもの。あーすごい。てかね、この持ち手が丸くて可愛いね、これ。いい香り。あ、そうです、竹の香りは。これ何本ぐらいするんですか。これは490円。490円。え、なんでそれで歯ブラシなんですか。やっぱりプラスチックがまだ何か代替の素材に変わってないものってなんだろうなっていうところを身の回りで探していったら、やっぱり歯ブラシってほぼ 100% がプラスチックなので、これをあの歯ブラシに変えることで脱プラスチックっていうところにインパクトがあるんじゃないかなと思いました。ほんで今回ちょっとそのメールではウクライナの方に支援するなんか活動をされてるんですよね。そうですね、ウクライナのその歯ブラシのモデルっていうところを別途作らせていただいて、こういった可愛いじゃない、はい、あの黄色と青でっていうところ で、ね、でここにノーウォーっていう風に記載はしてあるんですけど、うん、売上の全額を寄付するっていう、うん、日本ユニセフっていうところに売上の全額を寄付する活動をしてます。へえ、可愛いねこの色。それなんでやろうと思ったんですか。やっぱりあの2月の24日の侵攻以来、うん、ずっと自分に何ができるかなってことばっか考えてて、うん、で自分がやっぱりサステナブルとか SDGs とかっていうそこの領域で情報発信とかインスタグラムでしてきたんですね、うん、でその中でやっぱり自分は竹歯ブラシを作ってる、でこれを使って竹歯ブラシって自分のある種武器みたいなものだったりするので、うん、これを使って戦争とか平和とかについてもっと考えてほしいっていうところと、うん、あとは何かしらその自分が行動を起こすことによって誰かちっちゃいことでもいいから行動に起こしてくれる人が増えたらいいなと思って、毎日使う歯ブラシにノーボーってことを記載して、毎日歯を磨く5分とか10分とかすごい短い間でもいいので考えてほしいっていうところで作りました。やっぱりね、こうやって戦争が始まってさ、毎日毎日この悲惨なニュースとかを見てて思うけども、慣れっていうものが恐ろしいなと思うのよね、うん、なんかだんだんさ、最初はくわーって思ってたものも毎日見てるとなんか日常と感じてしまうとか、それを忘れてしまって、でそれでまた寄付 しないととかそういう気持ちとかがさ、ちょっと薄れちゃったりとかするっていうのが、まあ、今ちょうどやっぱり2ヶ月ぐらい戦争始まって経ってるんやけども、そこがちょっと毎日ね、あそういやそうやなってこんなん思って勝ったなとかな、やるのはいいかもな。ここまでは今のこう活動を聞いたけど、ちょっと意地悪なこと言ってもいいですか。実は結構私たちもこういう支援してるんで、ぜひ取り上げてくださいっていうところは結構あるんやけども、いろんな事情があってご紹介ができない方とかもいっぱいいるんだけども、今回ちょっとご紹介したいなと思ったのが、これ売ってるじゃないですか。で元々こっち売ってたじゃないですか。で今回このウクライナの歯ブラシを作って、これをまあ全額寄付しますってやるけども、結局戦争を自分の会社の宣伝に使ってるんじゃないかと、多分そういう批判がいっぱい来ると思うの、まあ、要は戦争をビジネスに転換してしまってるんじゃないかと。でそこって言われへん。そうですね、自分もインスタグラムであの戦争についての情報とかを発信している中で、うん、やっぱりそういう言葉とかをいただくこともあったりします。うんうんうん、それってどう。ただ自分がやっぱり心の中で核として持ってるのはウクライナの方の声、直接自分がやり取りして聞いた声なんですね、うん、やっぱりそういうふうに言われることはあるんですけど、
ただ、まあ、ウクライナの方がこの売り上げの寄付っていうところでお金を支援活動、救援物資を送るっていうことに費やすことによって助かる人がたくさんいるってことと、その助けが必要な人が本当にいっぱいいるっていうところ、それを実感としてすごく持てているので、そこに関しては、まあ、そういう声は真摯に受け止めるべきかなとは思うんですが、まあ、ただ自分としてはやってることに間違いないっていうところはきちんと核として持ててるかなっていうところですね、いや、 やっぱね、僕ね、これね、ちょっと発信したかったことやね、実は今回メールいただいたものっていうのが特にそう言われやすいものなのかなと思ったんやけども、その批判っておかしいでってこともちょっと僕この動画を通して伝えたいのよ。そうっていうのも、これって戦争をビジネスにしてるんじゃなくて、戦争反対であったりとか戦争が起きている人たちを支援するというビジネスになってると思うのよ。世界のほとんどが今資本主義の形をとってますよね、社会の形態で。そこで一番何がパワーを持つかって言うと、やっぱお金なのよね。お金が稼げるところが最も力を持つっていうのが、やっぱ資本主義っていう国が持っている資質みたいなところがあって、でもそうではなくて、戦争に反対をする、戦争を止めることであったりとか人を支援するというビジネスがもし生まれるのであれば、僕はそこめっちゃ力強いと思うのよ。批判とか最初あるかもわからへんけども、結局自分たちの他の商品の宣伝につながる、でもこういう活動をする、なんかある種の一つの広告のやり方やと思うねんけども、でもそれが結局ほんまに人のためになることなんやったら、それがビジネス化していくっていうのは僕すっごいいいことやと思う。どん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 やった方がいいと思うんだよね。LGBTQ や自分がめっちゃこう認められたのって、やっぱり LGBTQ ビジネスっていうものがあるからやねん。で、女性の社会進出が認められていったのも、結局女性が社会進出することが金になるビジネスがあるからやねん。それは資本主義の社会においては絶対何事もビジネスにならないと力を得ないわけなので、応援したいなと思っているということです。なんかそれ言われるかもしれへんけど、俺それ間違ってないと思う。結果的にこういう形で元ある商品を宣伝をすることにつながったとしても、結局ここでお金が発生して支援してるから、これいろんなところがやったらすごい金になるから。まあ他にもこういろいろね、自分たちの会社でなんかやりたいなという人とかいっぱいおると思うけど、全然そこでなんか批判されるかもって恐れずにやった方が絶対いいと思いますっていうのを伝えたい。じゃあこの活動をすることによって損をする人がいるのか、おそらく誰もいない、でむしろ助かる人の方が多いっていうところは、まあ、すごく思ってて、自分がその活動をやめてしまったら支援当てられるはずの資金が行き渡らなくなってしまう、それを一つ一つ自分の発信する言葉を考えながら発信していかないと、誰かを傷つけてしまったりとか、本当は助けられるはずのものが助けられなかったりとか、そういうことにつながっちゃうのかなっていうふうに思います。多分ね、支援することによってちょっとでも自分が儲けるかもしれないっていうことに対して嫌だって思ってる人たちの批判だと思うから、その給料とかも、じゃあ 全額を寄付しなさいとかっていう人いるけど、全額を寄付してしまうと次に繋がらないから、それ そこで終わりじゃない、だからそれをこう循環させるためには、やっぱりビジネスはなんか必要不可欠かなって思ってます。そうやってね、やっぱ他の YouTuber とかも寄付をしていたとしても結局知名度につながってるじゃないかとか、でもいいのよ、反対をして戦争を止めることに関する何かしらの活動であったりとか、ウクライナの支援の何かしらの活動であればいいのよ、そうじゃなければ逆にならないのよって思うね。知名度がその人はそれで上がってるっていう風なことがあったとしても、その人が知名度が上がっているからみんなに知られるわけであって、そう、だからそしたらまた次のもっと大きいこともできるしな。なんでもしもなんか批判があったら私に言ってください、慰めてあげます、はい、ちょっと待ってそこ、ありがとうございます。なんか最後にお伝えしたいこととかありますか？そうですね、やっぱり自分が一番伝えたいのは、ウクライナの方から直接いただいた声っていうところを一つちょっとご紹介できればなというふうに思ってます、はい、一番やっぱり印象に残ったところで言うと、私たちはやっぱり今日とかもすごく天気がいいですし、青い空を見ることができるんですけど、ウクライナの方って銀色の空っていう風に表現された方がいて、鉄が飛んでるからってことね。それでやっぱり私たちは青い空を
見たいだけだっていうふうなことをおっしゃられていて、それを見ることができるのが一番ウクライナの方が求めてることで、自分たちはそれを実感することができないのはしょうがないんですけど、ただそこの心に寄り添って、で5分でも10分でもいいから自分の何かできることとか、何かできなくてもまあ戦争とか平和について考えるだけでも何かしら今後の予防とか力にはなっていくんじゃないかなというふうなことは思ってるので、まあ少しでも考えていただけるきっかけになればいいなというふうに思ってます。復興するまでには何年何十年とかかっていくことは間違いないので、その時にもずっと私たちは覚えとかんとあかんし、できることっていうのをやりたいなと思える気持ちになっておくべきやと思うからね、心に留めておく、忘れないっていうことはやっぱ大事なことやなと思います。概要欄の方にあの細かい情報載せてます。でもしなんかうちもねこういうのやってるんですっていうのあったらね、ぜひ事務所宛にねいただければご紹介させていただく場合もありますので、メールしてみてください。いやでも今日はありがとうございます。なんかいろいろパワーいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ります。